1890年代のランド・マクナリーの出版物に描かれたランド・マクナーレ・ビルディングの長官図。ランド・マクナリー・ビルは1889から1911年の間、シカゴに建っていた初期の高層建築である。EN ・ターナム・ルートによる設計で世界で初めて全国各に鋼鉄製の鉄骨を用いた高層ビルである。 このビルの所在地は160から174にアダムズ・ストリートで、ビルの背面は105から119クインシー・ストリートに面している。1889年に総工費1ドルミリオンで建設された。10階建てで16のストアと300のオフィスが入っていたが、主なとなんとは出版、印刷業のランと、マクナーレ &CO で900人の従業員がそこで働いていた。 シカゴ、ミルウォーキーストリート、ポールレールウェイはこのビルの2階と3階に入っており、ワールズ・コロンビアン・エクスポジションの本部は4階と5階に入っていた。クインシー・ストリート側の長距離電話会社は得意客がニューヨークまで電話をかけることをできるようにしていた。これは当時としては画期的なことであった。このビルは1911年に解体され、 敷地に新たに建てられたより大きいビルは現在でも存在している。そのビルは長年シティ、ナショナルバンクトラストカンパニーの本社ビルとして使われていた。ありがとうございます。